はい、こんにちは。今日はですね、私がもともと言語が苦手な状態だったところから克服できた方法をお伝えしていきたいと思います。柔らかセールサポーターの松尾香菜です。なぜ今日はこのテーマにしたのかと言いますと、私はもともとですね、言語化がすごく苦手だったんですよね。具体的に言うと、何を言っているのか分かんなかったですね、人に説明するときに。で、人に説明を大勢の前でしたりしなきゃいけないときってあるじゃないですか。その時に、自分の説明をこう聞きながらですね、自分で聞きながら何を喋っていたかよく分かんなくなったりとかですね、あとはこれきっと今私の話聞いてても多分理解してくれてないだろうなとか、理解できてますかとか、こういうふうに、いちいちですね確認しないとなんか安心して喋れなかったんですよ。で、うまくですね言語化ができないというふうに困っている方もいるんじゃないかなと思います。私のブログですね、なぜかこう言語化がうまくできない人のための解決策とか、そういったブログ記事ですね、結構上位に、検索に上がってくるんですよね。で、まあこういったことって結構悩んでる人も多いのかなと思いまして、このテーマにしました。はい。で、まず私がですね言語化がうまくいってなかった、理由はですね大きく、2つありました。今となっては分かったことなんですけど、後から分かったことですね。まず1つ目、論理思考がうまくいってないですね。で、2つ目、感覚をうまく言語化できない、感覚、モヤモヤとかイライラとか、ざわざわする感覚、これがどこから来ているのか、なぜこれが起きているのか、これを、感覚を言語化できていない、そういう状況がありました。なので大きく分けてこの2つの原因があったんですよね。で、まずですね1つ目の原因は、なぜ分かったのかというとですね、コーチングしていたら論理思考苦手だと、自分自身も結果が出せないし、クライアントさんも変化変容できないんですよ。で、論理思考苦手だと、時間がかかるんですよね。変化変容する、目標達成にする、目標達成において、結構、足かせになるんですよね。で、あるコンサルタントの人にもっと、かなさん言語化、論理思考を高めた方がいいですよっていうふうに、コーチになった当初ですね、注意されたんですよね。で、そこから私って論理思考うまくいってないんだっていうのを無事に気づくことができて、そこからいろいろ見直していくことができました。で、このようにですね動画の前でもこういろいろ話をしていますが、当時ですね全くこういうことができなかったですね。で、その時ですね私がまず論理思考を高めるためにおすすめだよと言われた本、当時のメンターに言われたのがこの本でしたね。バーバラ・ミントさんのですね、考える技術、書く技術、問題解決力を伸ばすピラミッド原則というところですね。論理思考で、基本的に大事なものがですね、概要が結構詳しく書いてあります。で、当時はですねこれ眠たくなりながらちょっと読んだ記憶があるんですよね。で、こういった本を読んだりですね、あとはですね、渡辺パコさんのですね頭がいい人の論理思考の磨き方、このパコさん、渡辺パコさんって結構論理思考の本書いてらっしゃるんですけど、この方結構読みやすいですね。こういった方の、本を読んで、論理思考っていうのは具体的にどういったことをやるんだろうというところをですね、勉強していました。で、でもですね本を読んでも論理思考が高まるかっていうとそうじゃなかったんですよね。で、実践がすごく重要なんだっていうのが後々分かって、で、この本を読みながらっていうところもありましたけど、基本的にですね今から言うことをやっていきました。で、それはですねまず当時ですねセミナーとか講座学んでいる時にですね一言一句全部メモしてたんですよ。で、一見やる気があるような人に見えますが、一言一句メモする人はかなり要注意ですね。理解できてない人って結構多いんですよ。一言一句メモするってことは頭の中で論理立てて、気づきや考えをまとめていない可能性が頭の中でですよ、あるんですよね。で、まず一言一句メモするのをやめて、で、何やったのかっていうと、セミナーとか何か学ぶときですね、本とかで何か学ぶときに、まず大事な要点っていうものを3つとか、4つとか5つですね、まず要点をまとめるような癖を、頭の中でまとめる癖をつけるようにしました。あとはですね、その人が言っていること、相手が言っていることをですね、結論何なのか、その理由は何なのか、そして、なぜそう思ったのかという事例、
この3つのポイントに沿って、理解をするようにしたんですよね。まあ、理解、インプットするようにしたんですよね。すると、物事を整理立てて理解するように、訓練ができますので、それをですね、やることでインプットがそういうふうなインプットになるので、アウトプットするときも、自分の結論を言って、そして、自分がなぜこう思ったのか、そして、なぜこういうふうな思うことが、出来事があったのか、例えばこういうことがあったり、こういうことがあったり、こんなことがあったから、そういうことがあったから、こう思うんだというような、要点立ててですね、説明できるようになっていったんですよね。で、これはですね、論理思考がうまくいっている人と近くに、よくですね、接する機会を増やしていくということも大きな変化の一つになりました。なので、まずは、本を読むということも大事なんですけど、実践ありきだったというのが分かったということですね。そしてかつ論理的に、考え、物事ができている人、論理的に、会話ができている人、その人と、密に過ごすようになって、結構論理思考ということがどんどん、備わっていくようになりました。で、よくですね、論理思考ができている人をいろいろインタビューしてみたら、親が結構論理的に会話してたっていう人結構多いんですよ。父親か母親が結構論理的に会話してたとか、こういうふうに自然に子どもの時から論理思考が、どんどん、長けているような、そういった環境になった人って結構多いですよね。で、逆に、大人になって論理思考がうまくいってないところから、上達した人って結構少なかったり、するんですけど、私の場合、あるいは、ここ聞いている、あなたがですね、今論理的思考がうまくいってないというのであれば、大人になって論理思考うまくいってなかったんだけど、後で後発的にそれを身につけたっていう人から、モデリングすると、いろいろどんなことをやったのかインタビューするとかなり効果的に結果が出やすいです。もともと子供の時からうまくいってた人っていうのは、無意識にそれがうまくいってるので、いっちゃってるのでですね、あなたに最善なアドバイスがなかなかできなかったりするんですよね。でも、そういった方でもですね、やっぱり近くにこう密に接していくと論理思考っていうのがどんどん変化していきます。で、あとですね、もう一つなんですけど、論理思考というところ、その時にお伝え、そこを高めていくことをやったんですけど、私が起業して、さらにちょっと高めていった方がいいなと思った、気づいたところはですね、メタ認知っていうものでした。メタ思考トレーニングって、この本もとてもおすすめなんですけど、メタ認知っていうのは、自分の認知を、より高次の次元で認知するっていう、認知の認知っていう意味ですね。で、メタっていうのは高次っていう意味。高次元の高次ですね。で、そういった意味な、意味がありますが、このようにですね、自分の認知を、俯瞰して認知する、より高い視点で認知するっていうところも、すごくいろいろこう勉強したり、学んでいったりしました。あとは、まあ、こういった視点をですね、私は今、クライアントさん、コーチングを学んでる人たちとかにもお伝えしているんですけど、こういったところをですね、よりやっていくと論理思考というところがさらに、レベルアップしていくような、状況になりました。はい。で、もう一つですね、感覚っていうところ、もう一つのポイントありましたよね。感覚をなかなか言語化できなかったっていうところですね。ここに対しての、具体策をお伝えしていきます。で、これはですね、やればやるほど上手くなります。で、どんな風にやっていくのかというと、例えばあなた自身がイライラしたりとか、もやもやしていたりとか、なんか不安になったりっていうのを、感じたりしますよね。でも、その不安になっている原因が分かんないからこそ不安が解消されないっていうところがあると思うんですよ。でも、その原因が分かると不安って和らいでいったりするんですよね。で、これは感覚を言語化どれだけできるかっていう、そのレベルが比例して悩みの問題解決のスピーディーにできるようになっていきます。で、じゃあそれは具体的にどういうことをやればいいのかというと、私もともとセラピーを学んでいて、セラピストとしても活動していたんですよね。で、その時に、モヤモヤしているところとか、イライラする部分の体のどこにあるのかっていうところを、手を押さえて、そこと会話するようなことをやっていくトレーニングがあるんですけど、それを重点的にやってきました。例えばあなた自身が何かモヤモヤしてたり、イライラしてたり、不安に思ったりとかすることがあるとしたら、ちょっと想像していただきたいんですよね。で、それが体のどこで感じるのか、手を当てていただきたいんですよ。
で、たまにですね、2箇所手を当てる人もいらっしゃいますが、より強くそれを感じる場所を1つ選んで、手を当ててですね、そしてゆっくり深呼吸を、します。で、ゆっくりですね、その感覚にフォーカスして意識を集中していきます。これ1人でゆっくり落ち着ける場所でやった方が効果的ですね。で、そこにですね、手を当てながら、その感覚に、口があるとして、その口があるとしてどんなことを言っているのか、なんて喋っているのか、こういったところを、体に、アクセスしてですね、感覚にアクセスして、聞いていく、質問していく、落ち着いて質問していく、こういったことを、訓練していくとですね、答えが出てきたりするんですよね。これを繰り返しトレーニングしていました。はい、そうすることで、自分自身のですね、感覚も、よりスムーズに、言語化していくことができます。はい、今日の内容いかがだったでしょうか。今日の内容ですね、言語化できない人のための、解決策、対策をお伝えしていきました。はい、今日お伝えした内容以外にもですね、私のメルマガで、具体的なことをいろいろお伝えしています。メルマガはですね、下の説明欄の方から、登録ができます。メルマガでお伝えしているのはこんなことです。コーチ、コンサル、セラピスト、その他個人事業主の方のですね、柔らかセールスのセールス技術とかですね、あとは商品作りとか、あとはですね、集客のことと脳科学心理学を使った、セルフコーチング、コーチングでクライアントさんご自身の変化を出す、そういった技術ですね、こういったものをお伝えしています。ぜひですね、下のメルマガの登録ボタンから、ご登録してみてください。はい、それでは、違う動画、メルマガでお会いしましょう。ありがとうございました。